再びやってまいりました。ここですね、お店 AZ オート。親父がすごいですね。絶倫親父です。気をつけてくださいよ。はい、ね、はい、あのまあそこで無理プ、無理ムルペ、ね、ムルティブラとですね、バルケッタ2台を紹介したんですけども、あっという間に売れてます。で今回ね、ちょっとね、はい、あのオープンカーに気になるのがあるっていうんでやってきたんですけども、今回私はですね、見てください、ほら新人のミニスカポリス2人、自己紹介お願いします。しずきまどかです。よろしくお願いします。浅井小春です。よろしくお願いします。パワーないな。今日ね、実はね、大原ね、が本当は来る予定だったんですけども、仕事があると嘘をついてですね、いなくなりました。まあそんなわけですね、あの、教わったことあるよね。はい、あの、それでは一人ずつお願いします。はい、お願いします。あ、先にはパンチ、先にはキック。逮捕しちゃうぞ。やりすぎです。さあ、続いて、それじゃあ、はい、まどかさん、はい、お願いします。時にはパンチ、時にはキック。逮捕しちゃうぞ。まあこんなもんでしょう。で最後に一番大事なのはですね、値段交渉なんですよ。でね、値段交渉の時ですね、はい、ここのまたね、デジリンオヤジが出てくる。出てきて、もう今日もね、髪の毛剃ってますよね、はい、このオヤジは多分ね、分かりませんけど、はい、女性大好きだと思います。おですからですね、最後にですね、はい、この パンチラでですね、はい、値段を5万、10万って下げて、もうそのために2人来たんだからね、そのほかじゃないんですから。もうそこね、これで、はい、俺全然足上がってませんね。これで決まるんです。わかりました。お願いします。頑張ります。さあ、このですね、どういうふうに変化していくんでしょうか。楽しみです。さあ、これです。おお。来ました。早くもありますね。今回私がですね、紹介した。いるじゃないですか、向こうでマスクして。いっちゃいます。よろしくお願いします。どうぞ。アルファロメオ。やっぱあれですね、アルファの赤はいいですね。そうですね。これちょっと紹介します。こちらですね、はい、メリスカポリスです。あ、そうです、はい、よろしくお願いします。言葉です。ほらほら、なんでそんなこの挨拶じゃないでしょ。よろしくお願いします。あれだよ、先生。先にはパンチ、先にはキック。よろしくお願いします。はい、はい、今日そんなことじゃないんですよね。この技をですね、後でまたね、親父の前でやりますので、ね、この人は値段設定しませんけどね、はいはい、じゃあそれでちょっと紹介してください、はい、この車は、はいはい、ベルーツスパイダーの最終、アルカのスパイダーの最終、はい、最終これなんですよ。何年もんですか。92年、1992年、実はですね、これの一番のオリジナルっていうのはですね、映画卒業でダスティ・ホフマンがね、うん、出て、後ろはですね、本当にこのね、うん、ボートテールか、ボートテールといって、はい、スルッとなっててね、後ろがね、鮭の切り身みたいになってて、はい、あれ僕乗ってたんですよ、ね、それを乗っていて、はい、それをまあね、変形していって最終モデルですね、はい、はい、というのはどうでしょうか。まあ、距離走ってるけど、まあまあです。距離はどれぐらいですか。17ぐらい。17万。まあでもしょうがないよね、28年前だからね。17万。エンジンはどうですか。それ一発でかかる、ちょっと温まるまではとか、そういうのがありますね。あ、そうですか、はい、ちょっとこれ見せてください。どうぞどうぞ、はい、はい、シートはあれですね、もうそんなに別に、はい、はい、一回は張り替えてるんじゃないですかね。あ、これ張り替えてる、はい、なるほど。シフトノブとステアリングはの一番ね。あ、また汚そうなさ。シフトノブですよね、触りたくないですよね、はい、これはでもね、変えてもいい。あ、もうあれか、オリジナルだから変えない方がいいのか。いや、それはノンオリジナルなんで、うん、アフターのパーツですね、はい、あ、だこういうのはね、はい、アルファのこれはいっぱいあるってことですからね、あるある、新しいの変えた方がいいですよね、はい、シート、全然しっ、まあね、しっかりしてます。全然痛んでない、はい、あ、やっぱりなんかあるかですね。このエアコンはクーラーついてます。ついてんだ。ついてます。そこそれなりの、それなりだ、それなりですね。だいたいね、はい、ここのお店で基本的にそれなりなんですよ。ちょっとエンジンかけていいですか。あ、どうぞ。これはこれですか。はい、のこれはドアの鍵で、はい、こいつですね、イグニッション。結構ちっちゃいこれですね、はいはいはい、あ、入った。かかるじゃないですか。
構割れてますね。ダッシュはね、やっぱ経年で割れちゃうんですね。経年はちょっとまだ汚れてますけど、今度は磨くとどれくらい取れる？まあ、磨くというか、まあある程度やっぱその補修、この辺も含めて、うん、内装を仕上げる業者がね、これがすごいパリッとします。そうだよね、大変とかね、はい、ということは買った人が、はい、まああとも予算でどれぐらいやっていくかってことですか。そうですね、はい、予算はどこでしょうか。やっぱりマニュアルですよね。マニュアル、オートマとマニュアルがあれば、うん、意外とこのぐらいの年代だとオートマも、ね、流通してたんですけど、あれからね引っ張ってなんぼですからね、はい、ボディ自体はどうなんですか。ボディ自体は、うん、まあ要所要所若干の色あせは来てますけど、うん、まあ年式の割にはかなり綺麗じゃないですか。もうちょっとなんかですね、なんかまあ細かい工程ですね。まあ、ね、なんか手洗いみたいに暗く入っちゃいますよね。暗く入っちゃうよね、はい。でもよくあるなんかここが白でここが黄色みたいな感じよりはまあ両方大体大体があれば。でもアフターパーツ意外とトロードが取れるんです。どこから取るんですか。あと北米輸出してたんで、そういう意味では意外と部品がアメリカか、もう実際のイタリアじゃなくて、うん、イギリスとないしはアメリカで取りやすいんですよ、ね、はい、なんかこの辺のシルエットはなんかいいですよ ね、まあ、いいですね。僕は何が好きかというとですね、ウィンドウがね、今の車と違って、今の車はどうしても燃費を重視するからね、寝るんですけど、これ立ってる、立ってるからね。あとね、この三角窓、これ開くんですか。開きますよ。あ、これ開かないんだ。開きます。あ、そうか、これそのロックがもう外されちゃってる、うん、無理やりこれで開いちゃいます。あ、雨入ってこないの。いや、これで別にロックがないんだけど。これ部品ないの。部品はね、取ろうと思えば取れる、はい。でもこれってね、ものすごく気持ちいいよね。気持ちいい。僕はほら、ビートル乗ってたんですよ。ビートルの三角窓が開くんで、これは本当にここから風が入るんでね、後ろちょっとトラックですか。はい、トラック、はい。結構広いですよ、はい、これ何入ってるんですか。これはこれをかぶせる。そうかそうか、これもね、はい、実際、はい、ここのところにベージュのこれと同じやつがあるんだ、はい、そうです。であと、まあ、ヘッドライトはなかなかこのラウンドしてるのが今ついてるんで、はいはいはい、万が一のなかなか最近手に入りにくくなって、丸め、はい、これも全然使い込んでないんだ。全然一回も使ってないですけどね。一回も使ってないやつが、はいはい、そうか、まあ、これ貴重ですよね。貴重ですね。基調面の人はさ、正直来てここにあるんですけどね、うん、さあ、こういう形で、じゃちょっと今度は前のコンネットを、はい、はい、餌に餌綺麗じゃないですか。まあまあね、はい、これはエンジンは何でしょう。アルファの、DOSU エンジンですね。うん、はい、これも昔から使ってるやつですね。そうですね。まあ燃費聞いてもあれなんですけど、どれ8ぐらいは行くんじゃない。マニュアルだから上手に走れば10ぐらい行くでしょ。あ、そうだよね、はい、マニュアルっていうのが嬉しいよね。確かにね、うん、今でもこれね、他の車さんにも置いてあるんですけども、ほとんどがオートマですよね。オートマ多いですよね、最近ね。オートマ多いんですよ、はい、まあでもオートマの方が気楽で好きだって人もいるんだけど、うんうんうん、クラッチ今踏んだら本当に硬くないし、はいはい、ね、まだ勢いでしょ、はい、そんなに問題ないという。問題ないです。フォローを上げてもらっていいですか。いいです。これがいいよね。あ、綺麗なフォローだ。まあまあ、張り替えてる、まあ、一回はやってるでしょう。スクリーンも綺麗だし、まだ。そうですね、はい、本当だ。意外と綺麗。こうなるんです。すごいですね。すごいでしょ。かっこいい。かっこいいよね、うん、これあれですか、例えば、はい、購入した後、はい、家に例えば屋根がないという、うん、車庫の方だって多いじゃないですか。多いですね。そうすると、これを置きっぱなしに外に置いても、はい、台風なんかでも平気なんですか。あ、まあ、本当カバーしてあげたいよね、そういう時は。あ、そうだ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 な。横からとかやっぱ隙間はどうしてもあるんで。カバーって、はい、まあピンキリだと思うんですけども、はい、まあまあだといくらぐらいするんですか。2、3万で普通のやつが買えるんじゃないですか。2、3万のやつって飛んでっちゃうね、いろいろピンキリだからね。ね、そうなんだよ、ね、安いのはね、でも本当ダメになっちゃう。ダメだよね、指になっちゃう。台風の日、風で行ったらさ、なくなってるって言ってたよね。本当なんだよ。すごいですね。そうなるのは内装がね、ダッシュ周りとか、あの辺のね、ダッシュ周り、あとこの辺のなんかね、はい、黄ばんじゃってるところとか、はいはい、この辺、あとさっき言ったこれもね、はい、すいませんね、なんか俺ね
小獣人みたいだよね。なんかさ、車屋さん来てさ、やれここはダメだとかさ、ダッシュ回りと骨剣のね、これもちょっとなんかどうしちゃったこれ、爽やかに乗りたいじゃないですか。はい。どれぐらいかかるんですか。ある程度パリッとできると思います。あ、ということはここのダッシュの割れ、骨剣の張り替えるんですか。これを元に、うん、まあ、例えばこういう部分だとかは埋めて、うん、もう一回塗りますよね、業者さん。でこれ辺全部、はい、もう一回塗るってことですか。そうですね、綺麗に仕上げて、はい、それ塗ったやつって何年ぐらい持つんですか。意外と持つんじゃないですか。3、4年もっと持つでしょ。あ、もっと持つ。5年ぐらいは持つ。あ、5年ぐらいは持つ、ね、どうですか、2人はこの車を見て。すごいいいなと思います。欲しいですよ。免許持ってないけど、なんか将来の旦那さんに乗ってきてほしい車です。結婚する気あるの。ないけど。かわちゃん一応免許持ってはいるんですけど。免許持ってんだ。持ってはいます。何やるんですか。あ、大人なんです。あ、そう。いいですか、こんな感じで。いいですよ。お、なんかポリスだよね。これで警備に行けるよね。参ります。お、いいかも。参ります。行きます。赤いさ、車にブルーのポリスの制服が合うね。俺がね、例えばトラックのうんちゃんだとするよね。トラックの運転手さんだったらこの辺からこの辺にあるんだよ。そうするとちょっとカメラさん、こっから見てよ、ほら。絶対事故起こすよね。見えてますから。特に俺がもし右ハンドル運転してたら乗り出しますね。そうするとこの辺になるんですよ、カメラは。ほら、こういう状況の中だと方向変わってくるよね。これ車がいいとかさ、車が悪いとかってじゃなくて、こういう状況いいでしょうか、こんなんで。いい、いいです。すごいいいです。いい。あとこういうとこさっき修理するって言ってたので、うん、それをしてまた見たいなと思います。見たいよね。そうだよね。いいですか。もう見えますけど。ほらほら、ちょっとそれどうやって出てくるんですか。それ嬉しいね。彼女がこんな格好してさ、向こうに乗ってきたらさ、絶対安全って無理だよね。まあまあまあ、走りとしては、はい、さあ、気になるんですけど、はい、お値段はおいくら。89,000円。誰がつけるの。大丈夫。社長、はい、あれつけてんの。はい、分かってんの、車のこと。いや、それは分かってんのよ。40年以上よ、このジャンルやってる大ベテランなんで。109万円。109,000円。うちの唐揚げがね、うん、1個99円なんですよ。そんなことはどうでもいいですよね。さっき言った、まあ、うん、レストアっていうんですか。あ、まあね、内装がね、あれで10万円、まあ、10万円ってことは100…19万9,000円ですよね、はい、あとは数字の決済は全部お呼びしましょうか。そうだよね、はい、ちなみに、はい、代表は、うん、女の子好きですか。それは好きですよ。好きで。あ、そう、はい、じゃあちょっとお願いします、はい、代表、はい。社長、代表、はいはいはい、お願いします。何、逮捕ですか。逮捕じゃない、あ、逮捕じゃないの。逮捕です。やだよ、逮捕される。いやいや、人がないです。身に覚えがあるから。いやいや、来ました。今日ね、お疲れ様です。いやいや、今日ね、はい、2人のミニスカポリスを受けました。はい、ありがとうございます。じゃあ、ようこそお越しくださいまして。はい、軽くご挨拶お願いします。どうぞ。しずきまどかです。あ、まどかちゃん、はい。あ、ちょっといいですか。はい、どうぞ、どうぞ。時にはパンチ、時にはキック。逮捕しちゃうぞ。逮捕してって言うやだから。覚えがあるから。浅井小春です。よろしくお願いします。小春ちゃんね。いいですか。はい、時にはパンチ、あれ、待ってきたよ。どうぞ。いいんじゃないですか。いいですか。いいですか。楽しければ。あ、そうですか。はい、それでね、今ですね、お話し言ってると、これもともと109万9000円ってお話聞いたんですよ。どうですか、ね、覚えがないですけど。はい、プラスね、はい、プラスそのなんか内装をね、はい、まあ、10万円ぐらいかけるとリペアできるんじゃないかなっていう話なんですね。そうですね。だからちょっとこの辺の、はい、そうなると120万円ぐらいになりますよね、はい、そこなんですよ。そこですか。はい、で社長の決裁いただいてですね、はいはい、社長、値段をあまり下げないとですね、もう一回キックが飛びますよね。まあ、もう一回ぐらいキック食らってもいいかなと思ってますけど。ここで社長、ズバリ、これおいくらになって
いくらでしたっけ？2キックマイナスで100ですか？ 100？ 110番でもいいですけど、ポリスですから。ということは全部で100ってことですか？110か100かどっちかでしょ。それ100ですよ。私もそう思います。じゃあ100、まあ、同感です。プラス10足して、はい、120が100ってことによろしいですか？はい。結構ですよ。それ以上はなんない。なんない。いいじゃん、ちょうどなんだ。ちょうど、わかりました。じゃあ今回ですね。99.9万9000でもいいけど。どうだ？99.9万9000。銀河鉄道39。おい、ね、それがいいですよ。所長は9という数字を大好きです。あ、好きですね。うん、はい、苦労してますから。あ、そういうことらしいんで。じゃあ、恐れ入ります。今日、じゃあキックはなくていい。あ、よかった。逮捕もなしで。夜逮捕しに行きます。そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけですね、今回はですね、このアルファ99.9万9000ということで、私はいいと思います。ペリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。